コミニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。はい、まずはスポーツです。はい、先週金曜日に開幕したプロ野球ですが、阪神は昨日もヤクルトに4対0で敗れ、開幕から3連敗となりました。はい、阪神の打線が決め手を欠き、3発の5安打と沈黙。これで開幕戦の5回から23イニング連続無得点となりました。本当に突っ込まずにはいられないですね。本当に、はい、パリーグではビッグボスこと新庄監督率いる日ハムも3連敗となっています。やっぱ本当に思いますけど、この開幕3連戦ってやっぱ特別な緊張感がある中で、さっきも言ったように本当にふわふわしながらなので、みんな負けたくないしね。で、やっぱりね、印象に残りやすいんですよね。はいはい、例えば開幕戦で8対1から逆転負けをしてしまったとか。なぜっていうね。ね、でもどっかで割り切らないとダメなんだけど、この反省を踏まえて次の広島とのカードどうって、はい、多分それは矢野監督が一番お分かりになっていることだと思いますが、おそらくファンの人からすると突っ込まずにはいられないってことだと思います。はい、はい、そして大相撲春場所は千秋楽の昨日、関脇の若隆景が12勝3敗で並んだ平幕の高安との優勝決定戦に勝ち、初めての優勝を果たしました。はい、新関脇の優勝は昭和11年の双葉山以来86年ぶりです。3年ぶりにお客様を入れての大阪場所ということで、この大阪の街中も瓶漬け油の香りがですね、少し漂いながらというところ で、 今場所は高安関がね、前半からね、すごい勢いだったんですが、まあ若隆景、今までいろんなパートナーのアナウンサーが呼んでましたが、皆さんが若隆景に困ってたって、ちょっとゆっくりめに読めないんです若隆景。でもこの後きっと若隆景は、で大関、そしてなんなら横綱という話もあるかもしれませんので、みんなで練習しよう若隆景。はい、ニュースの方いきましょうか。はい、それではニュースランキングです。まずは第5位、関西万博の応援ソングも手掛けていたヒップホップグループの E.T. キングの熊部正春メンバーが大麻取締法違反の疑いで書類送検されたことを受け、E.T. キングのオフィシャルサイトで当面の間グループでの活動を控えることを発表しました。これ金曜日に MBS テレビが、警察の捉査の瞬間というところも捉えていて、驚いた方も多かったと思いますが、松井市長もちろん楽曲に罪はないということなんですけれども、ことの重大性を考えるともう仕方ないかなというところですよね。残念だと思っているファンの方も多いと思います。はい、続いて第4位、任期満了に伴う西宮市長選が昨日投開票され、無所属の現職石井敏郎さんが日本維新の会の元県議増山誠さんら新人2人を破り再選を果たしました。維新は本拠地大阪以外で初の公認首長を目指しましたが及びませんでした。やっぱり関西での、日本維新の会の、勢いというのはあるなというふうに感じてた方も多いんですが、なかなかやっぱり市長選というところでも取れてないというのは不思議な感じもするんですけれども、そういった形の民意ということで、また票差も思っていた以上に離れましたんでね、この後ありますけれども参院含めてどうなるかということだと思いますね。はい、続いて第3位、その日本維新の会は昨日党大会を開催し、代表の松井一郎大阪市長は夏の参院選に関して自民公明の圧倒的多数を打ち破ると決意表明しました。また記者会見で松井市長は来年4月の任期満了で市長を退任し、政界を引退する意向を重ねて示しました。本当参院選が言ってる間にも近くなってきましたので、このあたりのメッセージが各政党から出てくるところはありますよね。例えば国民民主党は予算には賛成してですね、またこのあたりで維新と近かったのにまた距離をちょっとまたお互い取り始めたというところ、一方でその保守の補完勢力として維新はどういうような形のスタンスを見せていくのかという、このあたりのお話が各政党からまた出てくると思います。はい、続いて第2位は、東京大阪など18都道府県が対象となっていたまん延防止等重点措置がおよそ2ヶ月半ぶりに解除されてから初めての週末を迎え、各地の繁華街はにぎわいを見せました。ソフトバンクの子会社アグープの調査では、おととい土曜日の人出を前の週の土曜日と比べたところ、大阪の北や南などでも2割以上の人出の増加となっています。季節として、本当に出かけたくなる季節ですし、
まあ、もちろんまん延防止等重点措置が解除されたということで、これは当然のことかなという感じもあります、はいはい、たまたま上田さんもプライベートで、僕も週末東京に行ってたんですよ、はい、新幹線が思ってた以上に混んでましたんで、ね、こういったことになってきますよね、はいはい、続いて1位はロシアのウクライナ侵攻後、比較的安全とされ多くの避難民が集まっている西部リビウでは、市街地にある石油備蓄施設が攻撃を受け、大型タンクが次々と燃え上がりました。またロイター通信は、ロシアのウクライナ侵攻をめぐり双方の停戦交渉が28日からトルコで行われると伝えました。トルコでは今月10日にも交渉が行われましたが、停戦は成立しませんでした。はい、まあ、ウクライナへのロシアの侵攻始まって1ヶ月を過ぎまして、うん、はい、まあ、本当停戦というところは一体どういうところに向かって進んでいくのか、そこも含めまして、この後高橋先生にお話聞いてまいりたいと思います、はい、コマーシャルの後高橋先生の登場です。さあ、時刻6時25分になりました。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまずはこちらからです。ウクライナ情勢や北朝鮮の ICBM 発射からアジアの同盟をどう見るべきなんでしょうか。ロシアのウクライナ侵攻から1ヶ月が経ちました。先週は国会でゼレンスキー大統領の演説もありました。またアジアでは北朝鮮が24日 ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射しました。これに対して25日の国連の安全保障理事会の緊急会合では、アメリカが北朝鮮は安保理決議に違反したとして新たな制裁強化の必要性を訴えましたが、今度は中国が反対しまして米中の対立が鮮明化しています。このウクライナ情勢、北朝鮮の ICBM 発射、アジアの同盟にどのような変化をもたらすのかというところなんですが、さあまずは高橋さん、ウクライナ侵攻から1ヶ月という中でこの1週間の動き、どんなふうにご覧になってますか。なんか軍事的には一進一退みたいな感じですね。そうですね、はい、膠着が続いてるっていう感じがしますね。どうでしょう、本当に大きな進展がそれぞれにやっぱりないですね。この状況になってくるとね、ないですね。ですから、まあ、ロシアとしてはだいぶ誤算ですよね。多分1週間2週間で終わりって思ってたんでしょうけどね、全くそうなってませんね。1ヶ月ですもんね。先ほどニュースでも入ってきたんですけれども、また停戦交渉行われるということなんですけども、はい、これはどうなんですか、どれぐらい高橋さんお互いが歩み寄ってると見ていいんでしょうね。これはなかなか難しいですよね、はいはい。そもそもプーチンが言ってるのが、ウクライナの中立化っていうのと非武装化っていうのが基本ですからね、はい、それは非武装化っていうのはまず無理ですよね、となってくるとですよ、これ停戦交渉あっても、何でしょう、やはり今回も大きな進展ないまま次にということになりそうですね。もちろん期待としてはね、停戦になってもらいたいんですけどね、なんか膠着状況で、ロシアが玉込めのために、なんか時間稼ぎをしているような感じもちょっとありますよね。要は戦力整えるために、なんとかこう、時間を稼いでってと。ですね。週末には NATO の臨時首脳会議が行われたということなんですけれども、高橋さん、ここで話し合われたことってのはどういうことなんですか。軍事の話ですからね、基本的には分かりにくいんですけれど、多分でもレッドラインっていうののいろいろ確認じゃないでしょうかね。レッドラインっていうのはですね、はい、そこを超えた時には NATO の攻撃とみなすという意味なんですけれど、もちろんその、ミサイルがポーランドに撃ち込まれたらこれは確実にレッドラインですけどね、はいはい、それ以外でもウクライナの中で行われていることでも、レッドラインを作っておかないと、いけないので、それで作ってるんじゃないですかね。例えば核兵器が使用されるとか、戦術核を、ウクライナの中で使用された時にはレッドラインを超えるとか、それとあと、化学兵器とか、生物兵器なんかが使われた時にはレッドラインを超えるとかね、そういうふうな確認をいろいろしたんだと思いますけどね。例えばウクライナが今回 NATO
にもちろん加盟していないというところからいろんな、うん、話が始まっているとも思うんですけれども、はい、その中で例えば NATO の理屈とすると、はい、ウクライナで核攻撃とか生物化学兵器とか使われた場合に、今度はそのレッドラインを超えたとする理屈はどういうところに見たらいいんですかね。ざっくり言うとですね、そのあたりは理屈ははっきりしないんですけどね、最後はあの人道的介入っていう言い方になると思いますよ。で一方で例えばバイデン大統領もね、はい、その中で、今回プーチン大統領に対して非常に厳しい発言を、会見でしてですね、これが、まあ国際的に見ても、アメリカ国内でもそれちょっと言い過ぎじゃないかと、内政干渉じゃないかみたいなところがありますけれども、このあたりのバイデン大統領の発言とかっていうのはどういうふうに捉えられますか。言い過ぎってあのバイデンさんって言い方を間違えるんでね、はい、あの例えばプーチンは退けとか言うとね、はい、言い方をするっていうのは、うん、あれですよね、あの ちょっと関係ないですよね。そうなんですね。要するに、それはだからあの後で、アメリカ政府が言い直してましたけれど、あの要するにプーチンが海外で変なことをするなという意味だということだとかね。なるほど。だから例えばもちろん感情的にはね、まあ、あのプーチン大統領を退けと思っていたとしても、外交上やっぱり、もちろん一国の大統領が海外の大統領に対してそういうというのは内政干渉というふうに、これ外交上のコメントとしてはやっぱり言っちゃいけないこととなるんですよね。まあまあ普通はそうでしょうね。でもまああのあのバイデンさんはでもね、言い間違いすごい多いですから。そうなんですか。前高橋さんおっしゃってましたもんね。僕なんか冷静なイメージでしたけども、びっくりしますよ。はい、ものすごく間違い、言い間違いばっかりですよ。だからなんか、我々も報道だけ見てると、はい、アドリブだったつもりが、そのアドリブがちょっと行き過ぎちゃったっていうことみたいですね、今回もね。アドリブなのか、まあね、ご高齢だからなのかよく分かんないですね、正直言うと。なんかトランプさんと比べてすごく紳士的なイメージがあったんで、意外ですけれども。いやいや全然ですね、トランプさんはちゃんと理解して喋ってますけどね、理解してるかしてるかしないかよく分かんないですよ。あの一見過激に見える発言も自分の中ではコントロールしてトランプさんを発言してたってことですよね。うん、もちろんトランプさんはだからすごいそんなあのとんでもない言い間違いっていうのはほとんどないですけどね。あのバイデンさんはすごく多いですよ。まあ、今回改めてその軍事同盟というもののあり方を考えさせられたと思うんですけれども、まあ、NATO というのはやはりこのヨーロッパ中心の軍事同盟ですけれども、今度そうですね、アジア圏と見たときにどうなんでしょう、これ日本含めてなんですけども、どういうふうな仕組みが今あるというふうに見ていいですか、我々は。NATO っていうのは集団安全体制っていうやつで、はい、あの NATO の中のどっかの国が攻撃されたら、全ての国がそこに反撃するという約束があるわけですよね。はい、まあ、だからやっぱりグループで集団安全保障っていうのをやってるんですけど、はいはい、まあ、日本の場合は実はグループってアジアは全体グループってのはなくてアメリカとそれぞれみんなあの要するに、同盟を結んでるって、そういうことですね。だから日米安保あるけれども、アジア地域だけでじゃあ、それこそ中国なり、北朝鮮から飛んできた時にアジアみんなで戦おうってことじゃないってことなんです。あの守ろうってことじゃないんですよね、これ。そうですね、はいはい、あの例えばあの韓国でも、あの米韓同盟っていうのはありますから、はい、あの韓国がもしかやられた時にはアメリカが、まあ、助けるっていう形なんでしょうね。でも日本は関係ないっていうことなんですよね。あの日米韓の枠組みというのはこれどういうふうに。それは違いますね、あの普通にただ連絡協調するだけですから、あの義務は全くなくて、だからあの仮に、韓国が、ロシアに攻め入れられた時に、日本は全く何の義務もないですね。そうです。まあ、また日本はあの法律上ね、非常にあの厳しいところももちろんありますから、そのあたりに関して言うとね、一方でさ、先日あった北朝鮮からの ICBM の発射なんですけれども、高橋さん改めて、あの行動に対してのメッセージどういうふうに捉えますか。あれはあの火星17号ってやつで新型ですね、はい、あのそれで前は火星15号ってんですけれど、まあそれですとアメリカにギリギリっていう形でしたけど、もう多分水力が2倍ぐらいありまして、大きさもものすごく大きいので、アメリカの、まあ、あの東海岸までみんな届きますね。なんかあの
新しい情報では実は火星17号じゃなくて旧型の15の方だったんじゃないか、うん、15っていう風な、はい、あの、あれですよね、うん、画像がそうじゃないっていうですけどね、はいはい、でもあの飛んだ高さとかそういうのを見るとですね、でも15でも17でもどっちでもあのアメリカまで飛んでいきますよね。へー、じゃあ技術を伸ばしている。あれはでもあれですよね、あのすごく高い高度まで行きましたから、うん、実は普通にちょっと発射するとあれですね、アメリカまで届きますよね。あのそれこそね、日本はこういうミサイルの発射があった場合に、はい、強いメッセージで非難をするとしか、まあ、うんうん、できないのか、はい、どうなのかっていうことなんですけれども、それで足りるのか足りないのか、足りないのかという、もうあれですよね、アメリカまで届きますからね、うん、あの仮にあれですね、北朝鮮と日本の間でなんか軍事、うん、あの衝突があった場合には、うん、アメリカは助けてくれない可能性はありますよね、うん、要するに自分がやられるからっていう意味ですよね。アメリカは今まで核兵器を持っている国は、いや 手を出さないっていうのが、うん、あのまあ今までの例なんですけどね。だから北朝鮮はそれを時間稼いで核兵器を持っちゃったっていう感じでしますね。あのですから今回は対日本というよりも対アメリカに対してのメッセージの方が強のごメッセージが非常に強いというふうに見ていいんですかね、 ICBM の発射に関して言うと、うん、あのだからあのなんかちょっかい出したら、実はこれ、うん、あの北朝鮮の方から見れば、うん、あのワシントンにあのぶち込めるぞっていう感じですよね。でその技術力は今もあるということなんですよね。まああのまあ、ロケット の、あの角度と、うん、あの高さを見ると届きます ね、うん、ね、あの現実としてなんかね、じゃあほんまにそんなことするんかって多くの人が思うんですけど、うん、なんかこの状況を見てると、はい、なんかないとは言い切れない感じありますよね、うん、あの現にあれですよね、なぜウクライナに NATO が介入しないかっていうと、うん、あれですよね、核兵器の報復があるからですよね。それはあの、うん、日本的なあれですよね、お人よしとかね、うん、あの性善説にみんな立たないんですけどね、これは。つまり本当にヨーロッパで核が実際行われた場合のことっていうのを、うん、本当にかなりの数で想定をしてるということですよね。もちろんそうです。だからそのためにあの、核共有っていうね、ニュークリアシェアリングっていうので、実はヨーロッパは守ってるわけですけどね、まあ、その結果、NATO っていうのは今まで全く攻撃はされたことなかったんですよ。なるほど。あの高橋さん、最後にどうですか、例えばこの今回のものを受けて、例えば参議院選挙の公約あたりでね、各党はこのあたりまで踏み込んでくる、あれ、もっと言うとメッセージ出してくるのは想定できますかね。それはそうですよね、うん、あの議論するかしないかですから、うん、例えば核共有の話について議論するっていう政党と議論したくないって政党があるわけですよね、うん、でそれがあれもし公約に出して党首討論になったら非常に面白いですよね。まあ現実の討論が行われるということでしょうね、これ今後ね。面白いですね、議論したくないって言ったら党首討論になった時にどういう議論なのか楽しみですよね。なるほど。それすら議題に上がらないのか、議題に登って喋るのか。議題に乗せるなっていう党があるわけでしょ。まあそうですよね、議題に乗せるなっていうスタンスも、その人はどういう議論をするのかですよね。そうですね。面白いですね。なぜ議題に乗らないのかということにもなるわけでしょうね。なるほど、ですね、はい、分かりました。では、高橋さん、そのまま電話つないでいただいて、はい、続いてこちらでございます。はい、はい、さあ首都圏電力需給逼迫の裏側、さあ原発再稼働はやらんとあかんのか、それともやらなくても大丈夫なのか。さあ3月22日東京電力と東北電力の管内に初めて出された電力需給逼迫警報について、経済産業省は25日、対応が適切だったかの検証作業を始めています。さあ、家庭や企業での節電で大規模停電は避けられたものの、警報を出すのが前夜夜になったことなど、情報発信後手に回った感もありました。さあそもそも必要な電力を確保するかも、どうやって確保するかも課題となっているんですが、政策アナリストの石川和夫さん、お電話つなぎまして日本のエネルギー問題についてお話してまいります。
改めまして、制作アナリストの石川和夫さんでございます。石川さん、おはようございます。あ、おはようございます。先日はスマイル学園でお世話になりましてありがとうございました。こちらこそ大変ありがとうございます。ありがとうございました。高橋さんも引き続きよろしくお願いいたします。はい、わかりました。さあ、石川さん、まずは3月22日に出た電力需給逼迫警報、これ、実際どれぐらい危なかったんですか？いや、こんなの初めてで、これ電気ってね、予備率、今回のその逼迫の話で皆さん予備率とかですね、最大電力とか、まあ、いろんな言葉がこうメディア上とか SNS に登場したと思うんですけど、まあ、要はですね、電気って作って生産即消費じゃないですか、はい、だからこうどのぐらい電気をその日その日作れるかどうかっていうのは結構シビアなんですよね。ほうほうほう。その日によって、はい、でしかもほら気温とかで変わるじゃないですか、うん、で大体だけど、まあ1年間通すと統計的にはまあ今日はこのぐらいかなとか、この今月はこのぐらい電気をつければいいかなって分かるんですけれども、たまにこうやって天候不順とかいろいろ自然災害とかで、はい、その電気をいっぱい使う、想定よりもいっぱい使ってしまうことがある、うん、でこれはで予備率っていうのがあってですね、あとどのぐらい余裕があるかなっていうことで 3% っていう一つの基準があるんですよ。 3%、うんうん、だからその 3% 切っちゃうと、これは外やべえぞと言って政府、うん、まあ、経済産業省が警報で皆さん、節電お願いします、うん、みたいな話ですよね、うん、今回それだったんですよ。ああ、これコメントにもありましたけど、はい、まあ、前日にしかやっぱりわからないものなのか、1週間10日ぐらい前からですね、どうもこの日の天気予報悪いぞとかみたいなことができたりするのかっていうのはどうなんですか、石川さん、実際そのあたりっていうのは。いや、私自身もそのこういう電力行政以前携わらせてもらいましてね、はいはい、経産省に昔いたもんです。いや、はい、そうですね、うん、それでね、ただやっぱりですね、1週間前っていう長期予報って気象庁も出すんですけれども、うん、これね、やっぱ予報なので、うん、そんなにぴったり当たるわけじゃないんですね。まあ、そうですよね。しかもこうやって電力の関係で警報を出すみたいな、そういう話っていうと、結構企業活動とか個人のそういう生活に影響を及ぼすじゃないですか。そうですよね。うん、なんかこういう警報出すと、あ、やめようとかね、うん、あるいは逆にこれしようみたいな感じでこう行動をこう左右させちゃうので、うん、割と高い確率のもので、こういう警報とかそういったことを出すとなると、うん、前日というのは仕方なかったかなという気がします。つまり今後こんなことがあったとしても、出せてこの前日レベルっていうのが精一杯ってことですね、じゃあ。うん、ここまで細かな話を出すというのは前日が精一杯。だから、まあ、うん、ある意味今後の対策としては、そういった結構電気使うかもよみたいなことで見越して、うん、それで皆さん、これこれこういうことなので、まあ、例えば節電ね、したらこうとか、あるいは昼間使うものを夜に回すとか、あるいはまあ電力会社とか、これはまあ政府の責任があるんですけど、こういう例えば原子力発電所とか火力発電所とか、こういったものをちゃんと稼働させるとか、そういうことを割と早めに用意しておくということが教訓ですよね。今回も改めて浮き彫りになりましたが、石川さん、日本のいわゆるこのエネルギー事情ですよね、構成も含めてなんですけれども、いわゆる自給率っていうのは日本って先日番組でおっしゃっていただいたんですが、非常に低いんですよね。ね、これはね、本当ね、目も当てられないというかですね、まあ、OECD36 カ国中下から2番目なんですよ。おお、もう数パーセント、まあ、これは月によって変わるんですけど、まあ、2% とか 3% とか、とにかくそのぐらいしかないというふうに思っていただいて結構です。自分のところで電力を生み出せるのはわずかそれだけってことですか？今はね、そうなっちゃってるんです。これね、ちょっといいですか、時間大丈夫ですか？もちろんです、もちろんです。これ一応こういう自給率を気にするようになったのって、これ今から50年ぐらい前にね、第一次オイルショックってなった、はいはい、1973年ね、うんうん、私はまあその時はまあ幼稚園ぐらいだったのかな、うん、それで、そういうふうになった時にみんなでこう石油をね、その中東依存していると、うん、まあ、中東ってなんかもう戦争ばっかりやっちゃって危ねえぞこれ、うん、みたいな話で、そっからそういう中東のそういう石油の産出国にばっかり依存するんじゃなくて、自分たちでエネルギーを資源をこう賄うということで、うん、自給率というものがもう世界的にものすごくこう皆さん気にするようになって、なるほど、はいはい、なって、それでずっとやってきて、ただ日本って資源ないじゃないですか、うん、なので、まあ、水力とかは国産資源なんですけれども、うん、もう一つその原子力っていうものを
とあと天然ガスですよね、うんうん、それに石油からだん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 原子力天然ガスにしようみたいな話になったんですけど、天然ガスは天然ガスで優秀なわけですよ、うん、はい、で原子力っていうのはですね、これはあのウランというこの核燃料が資源なんですけれども、はい、これについてはね、世界各国ね、純国産エネルギー扱いなんですよね。というのはね、うん、一旦その少ない量を入れても、ものすごい長期間膨大なエネルギーを発するということで、非常に輸入量が少ないと。なんだけど、その後にたくさんエネルギー作り続けてくれますよね、うん、みたいな感じで、はいはい、まあ、純国産エネルギーということで、その自給率はですね、震災前までは結構良かったんですよ、2011年の。日本も頑張っちゃって。はい、ところが止まっちゃったでしょ、止まりましたね、はい、うん、311で、うん、なのでそういうようなことで今日本はまだ震災以降、西日本の方は少し原子力再稼働してますけれども、東日本は全く再稼働してませんので、うん、そういうことで、まあ、再び、天然ガスとかこの石油とかそういった海外の、うん、燃料に依存する体質が、まあ、定着しちゃってるんですよね、うん、震災以降実際例えばほら太陽光とか自然の風とかね、風力エネルギーとかあります、いわゆる再生可能エネルギーと言われるものですけども、このあたりってのは実際どれぐらいの割合なんですか、日本の中で今。再生エネルギー、水力ってのはね、もともと日本って石炭とともに非常に古くから国産で、うん、国内で作ってたんですけれども、うん、やっぱり震災以降特にその再生エネルギーやりましょうということで、うん、太陽光とか風力とかそういういわゆる自然エネルギーをですね、うんうん、高値で買い取るっていう制度ができたんですよ、うん、やりましたね、やりました、うん、2012年からね、うんうん、それで風力はね残念ながらあんまり普及してません、なかなかね風がいいとこが日本ってそんなないんですまだね、うん、ないんですっていうか発見されてないんですよ、うん、で太陽光は実は頑張ったんですよ、うん、頑張ってね、震災の頃はもうほとんどね、もう世界でもずっと順位は低かったんですけど、うん、日本ってすごいですよね、うん、その後頑張っちゃって今や世界第3位、太陽光パネル増えましたもんね、すごいっすよ、はい、ニュースでもね、例えば風力とかっていうのはいずれこう原発何十基分とか何百基分とかの、エネルギーを生み出すようにみたいなお話出てますけど、現実そこまで行ってないですか、やっぱり期待していいのか、行ってないというか行かないし、そういうメディアの伝え方で、例えば風力とか太陽光が原発何基分とか火力何基分という言い方するんですけど、うんうん、あれ間違いなんです。どういうことどうしてかというと、原子力とか火力とかっていうのは安定してるんですよ、その、うん、安定電源で出力ね、うん、つまり電気を何本送りますかっていうのを人間の手でさ操作できるんですよ、確かに発電所でね、うんうん、だから夏暑そうだったら出力上げようとか、うん、で暖房需要とか冷房需要が減ったら、まあ、ちょっと出力下げましょうかみたいな感じで、うん、人為的にできるじゃないですか、うん、ところが太陽光とか風力っていうのはその太陽光はお天道様ですよね、うんうんうん、だから例えば日没では太陽光発電しません、当然しませんよね、うん、うちの屋根にもついてるんですよ太陽光、うん、これやっぱりね、私毎日こう仕事から見てるんですけど、うん、当たり前ですけど日没から出力ゼロですからまあそうですよね、雨の日とかもダメですもんね、風力もねそんなにひっきりなしに風がピュー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 吹いてる国じゃないんで、うん、これもやっぱり天候次第ということで、うん、人間の手によって出力を変動させることができないんですよね、うん、うん、ただせっかくできたら使いたいですよね、そうですよね、うんうん、だからまあ、そういう不安定なエネルギーということを分かった上で使わなきゃいけないんですけれども、いずれにしてもそういう意味で言うと安定なものと不安定なものってのは比較しても意味がないんですよ、ね、ああそうか、ということは、うん、原発何基分に相当っていうのもなかなかその数字がイコールかというとそうじゃないってことなんですね、そうそう、あれね、出力何キロワットとかいいじゃないですか、うんうんうん、あれは出力というのはまあ発電する能力のことを言うんですよね。なるほど。常にそれが出るというものではないということなんですね。自然と自然エネルギーの場合は。そう、原子力とか火力というのは、ウランとか石炭とか石油天然ガスが今そこにあるわけですよ。たくさんあって、それを電気に変える。だけど、太陽光発電とか風力発電というのは資源が太陽とか風ですから、今そこにあるかどうかというのは本当に天候頼み、その違いがありますよね。わかりました。じゃあお知らせの後なんですけれども、はい、じゃあその原発再稼働ということに対して、はい、まあ、もちろん我々がメリットとして受ける部分、そして大きな問題点もあると思いますので、そのあたり整理して、石川さん、そして高橋さんにお話し続けていきたいと思います。一旦お知らせです。6時48分です。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。
さて今日ですね、エナ月曜日、エネルギー問題について政策アナリストの石川和夫さんと、そしておなじみ高橋陽一先生とともにお送りしてますが、高橋さん、はい、はい、まず改めて今までの石川さんのお話等と含めてなんですが、日本のエネルギー問題改めて抱えているポイント、高橋さんはどんなところについて気になったんですか？そうですね、はい、この間 あの東京はちょっとギリギリだったですね、本当に、はい、うん、でまあ、数字を言うとですね、だいたい5000万キロぐらいの需要があったんですけどね、はい、東電の中で4000万キロぐらいしか実は作れないんですよね、うんうん、そうすると要するにその差をどうするかってんで、5000を4500ぐらいに節電して、はい、でもそれでも500ぐらい足んないわけですよね、うん、でそれをあれですよね、揚水発電って夜中電気を使いながら水を高いところに上げて、それを昼間それを放水しながら発電するってんで400ぐらいやって、はい、あとそれでもちょっと足んなくて、150はですね、実は関電とか九電からですね、うん、電力融通してもらったんですよね、はい、うん、もうそういう状況だったから、それでもなぜそうなっちゃったかというと、柏崎っていうのが東電の中にあるんですけどね、うん、原発これが800万キロワットぐらいは作れるんですけど、全く動いてませんのでね、はい、結果的には関電とか九電って言って、で原子力を動かしてるところから、うん、まあ、結構多く融通してもらって、うん、しのいだっていう感じですよね。だからこれで分かると思うんですけどね、原子力がないと非常に大変で、うん、あるところは他のところにちょっと融通できる、でも関電とか宮殿だって夏になったら自分とも足んなくなっちゃうんじゃないですか、というふうに思いますけどね。そうすると融通ができないから、そうするともうあれですよね、東京はもう柏崎を早く動かさない限りはもうずっと綱渡りです ね、うん、ね、石川さん今のお話を聞いて思うんですけれども、まあ改めての再稼働における、まあ、ね、ハードル、気をつけないといけないところみたいなところって、これどういうところになってきますかね、うん、正式な今のその震災以降のね、うん、震災以降の手続きで考えると、原子力規制委員会といって、震災以降にできた厳しい検査機関があるんですね、審査機関があるんですね、うんうんうん、ここをまずクリアして、その後に、これは法律ではないんですけれども、慣例的に地元の都道府県知事、うん、ないしは県議会の了解を得るというプロセスがあるんです。これは、ですから、なるほど、はい、慣例なんですね、その2つを経ないといかんと。うんうん、いう非常にこれがまた時間かかって、いろんな人のコンセンサスを得るのにややこしいんですよね。なので、これを簡素化するというか、やっぱり私は前から言ってるんですよ。私はね、10年くらい前から言ってるんですけど、その原子力規制委員会の審査ってあるじゃないですか。はいはい、あれってね、原子力発電で電気作るのは原子炉なんですけれども、はいはい、ちょっと震災以降、過剰に厳しいというか、心配性というか、いろんな施設、いろんなことをあれもやれ、これもやれ、こんなこともやれと言ってですね、いろんな原子炉以外のところの対策もやれやれということになって、それで遅れちゃってる部分もあるんですよね、うん、ですからね、うんうん、そういう工事だとか審査だとかってのは発電にはほとんど関係ないので、そういう発電の関係ないところの審査というものはもうもちろん必要なんですよ、なるほど、基準だから必要なんだけれども、うん、そういうものをやりながら発電は再開するというようなやり方を取らないと、はい、じゃあ自分の後さらに詳しくお話聞いてまいります、はいはい、石川さん今お話しあったね、その再稼働に向けての、はい、いろいろとやらなきゃいけない手続き、はい、本体の部分以外のところっていうと、例えば具体的にどういったものとかがあるんですか？例えば今まさにそのウクライナの関係でね、原子力が攻撃されていると、これテロ対策施設をちゃんとやりましょうって話があるんですよね、うん、だけど、はい、テロ対策施設って、ね、別に原子力と関係ないんですよね、と言いますと全く違うところの工事なので、うん、こういうことでもってこれが全部きれいに 100% パーンとやらないと、もう電気を1キロワットも作らせませんなんていうのは、こんなことやってる国は日本だけですね。だから、まあ、一言で言うと、だら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 やってる審査、それはもう続けてくれて構わないと、その代わり発電だけさせろっていうのと、あと都道府県知事、地元の了解を得るというやり方っていうのは、実は他力本願ですよね。本来これはさっき高橋さんも説明してくれましたけれども、うん、広域的な電力需給、これエネルギーって安全保障の話ですので、うん、国が温度を取らなきゃいけない、だから地元の了解はもちろん大事ですけれども、うんうんうん、こういう緊急時には、国がまさに岸田総理、総理官邸がやってくれと、ちゃんと動かせということで指示をするとか要請するとか、そういう国政が積極的に関与しないと、これいつまで経ってもダメですよ。これ例えばね、今おっしゃったように、まあ、まもなく暑い夏がやってくるわけなんですけど、仮に今日じゃあ再稼働しますと決めたとして、今電力を生み出せるまでっていうのは今日の明日に出るもんじゃないですよね。
そんな簡単で原子力ってのはあの複雑な施設ですし、いろんな準備も必要なので、うん、簡単に言うとね、うん、おそらく、ね、私、ね、現場の技術者に聞くと、うん、今の状況ってどんなに早くてもですね、うん、数ヶ月かかる、2ヶ月から3ヶ月は必要だって言いますね。最低でもそれぐらいかかるってことなんですね。あの電気を作るまでね、はあ、うん、だから今からやんないと夏、うん、間に合わないかもしれませんよ、うん、危ないです。あの高橋さん、そのあたり聞いてると確かにこの地元の理解も大事なんです、もう大事ですし、そことの整合性、今後例えば稼働するとなってくるとどういうふうに地ならししていくかっていうのは、うん、高橋さんありますね、これね、うん、まあ、あのね、あの規制庁の、人員もトップも変わりますからね、その時にガラッとかいうふうに私なんか期待してますけどね、うん、あ、うん、これ地元の 100% の理解っていうのはなかなか難しいでしょうしね。そうだよ、無理でしょう。無理ですもんね。これあの高橋さんどうなんですか、例えば、この再稼働に向けて今おっしゃったようなところ含めてなんですけども、高橋さんあと他にこうこの状況の中で考えられることなんかあるでしょうか。この状況になるとですね、あのやっぱり最後は電力融通とかそういうので、まあ、最後しのぐのかなしか思えないですね。ですからいろんなところに迷惑かけちゃいますね、東京が。まあ、だからあの東京の方今回こういう思いされましたけど、我々関西も高橋さんのお話聞いてると同じですよ。同じだってことなんですよね。あの国中みんなどこに行ってもですね、うん、まあ、融通し合ってもうまくできなくなっちゃったらどうするのって話になりますけどね。あの石川さん、例えば現実的に今高橋さんお話ありましたけれども、この夏同じようなことって石川さんまたありそうなんですかね、これ。いやだって日本の夏暑いじゃないですか、うん、だからねこれはもう私はそう危惧してて、一つねこれあるのはですね、うん、実は関西電力ってのは一つ例がありましてね、はい、原子力規制委員会のができる前に震災の後、全部止まっちゃったんですけど、原子力規制委員会のその厳しい基準ができる前に、当時の野田総理大臣が政治主導で関西電力の大井原発を再稼働させたんですよ。うん、で、おかげさまで関西電力管内は、そのおかげで電気料金2回下げてるんですよ。で、かつ、そういうふうに関西電力とか、あと九州電力もそうなん、四国電力もそうなんですけど、再稼働しているエリアというのはですね、この需給状況は結構、を緩和されていまして、東日本のような逼迫状況ってのはないんですよね。これやっぱりそんだけね、うん、あの実績あるんですよね。石川さん、これ例えばウクライナ情勢とかがやはりこの、うん、いわゆる電気代ですよね、うん、はい、エネルギー料金がどういうふうな形で改めてですけども影響することになるんでしょうか。はい、あのね、これ結局もう今もう前からそうなんですけど、天然ガス石油、まあ、石炭まで上がっちゃってて、うん、そうするとですね、日本っていうのはほとんど全部輸入エネルギーですから、それの高いガス代、石炭代が全部電気料金に上乗せしちゃいます、しちゃいますし、だからガソリンも上がってるでしょ、うん、ね、そういうふうに上がってくるので、こういうものを下げるのが電気の世界だと、原子力っていうのは、その部分を輸入しなくていいわけですので、だから料金を下げることができるんですよね。うんうん、はい、そういうことなんです。高橋さん、ウクライナ情勢はでもこれ世界のエネルギー事情も高橋さんこれ変えてるんですよね。うん、それは確実ですね。ねえ、あの今回の例えば改めてですけれども、情勢において世界のエネルギー事情のどの部分を高橋さん一番注目されてらっしゃいますか。ああ、エネルギーは全部連動するんでね、うん、あのそれであのエネルギーのすごい輸出国のロシアの攻撃をやめますんでね、うん、それは確実に上がりますよね。一方で世界中で例えばそのロシアのエネルギー事情をこう制限している中で、一方でこの中国はまた独自の動きを見せたりっていうのもありますよね。独自の動きを見せるんですけれど、うん、あのまあ、デカップリングって言ってね、あの要するに、まあ、中国を結構排除するっていうかね、別だっていう扱いに多分なりますから、でも西側諸国だけで見たらエネルギー需給はあんまり良くないですね。これから多分そんなに好転する可能性は少ないと思いますよ。これ高さん、それで言うと本当に複雑な方程式をどう落とし込むかって、うん、複雑でもないですけどね、うん、あの日本は持っているものをあのやるんで、原発を動かしないってもただ単にもったいないっていうか、あのそういう状況になると思いますけどね。なるほど。高さん、改めてその原発再稼働というものに向けて、一番こう整備しなきゃいけないところっていうのはどういうところだと思ってらっしゃる。まあ、あの関西はやってますからね、あのはっきり言って東京ですよ。東京のところがさっきの言った柏崎って世界で一番大きいところなんですけど、発電所、原発発電所なんですけどね、そこを全く動かしてないってのはちょっと理解不能ですよね。あの石川さん、柏崎地元の方々の意見というのはどうなんですか。
地元の意見はですね、私が行くとですね、やっぱ賛否両論あります。それはどこでもね、原子力もそうだし、そんなこと言ったらどこだってね、工場立地なんてのは発電所もそうだけど、化学工場もみんな賛成とか反対とかありましてね。でもただね、これね、一つだけ言いたいのはね、報道、特にメディアはね、反対の声を大きく報道するんですよね。それで不安を煽るというところなので、ここはきちんとですね、アンケートを取るということもあるんでしょうけど、ただやっぱりこれね、どうしてもね、ネガティブで報道されちゃうんですよ、311の事故以降、ね。まあまあ、もちろんそう。だからこれはやっぱり国の責任でもってきちんとね、何かあったら国が全面的に賠償しますというルールを作って、それで国の主導でもってやる。だから関西電力方式、大井原子力発電所方式っていうのをやってほしいですよね。それやらないと本当ね、これね、日本はね、ひょっとするとブラックアウト起きるかもしれません。本当に冬の寒いのも大変ですけど、夏暑いのもね、いろんなところに今度また影響しますから、わかりました。はい、そうです。はい。なるほど。はい。今日は高橋さんと、そして政策アナリストの石川和夫さんとお話し続けました。お二方どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。